竹本野原は日本の作家、エッセイスト。本名、竹本俊明。代表作は、下妻物語など、京都風寺市出身。デビュー当時、誕生年は1745年であると自称しており、実年齢は非公開としていた。幼少時代は、読書に否定的な両親のもとで、横溝聖酒などを隠れて読み育った。 大阪芸術大学芸術学部、文芸学科中退後、1987年から美術、音楽、演劇などの活動を行う。1990年、雑貨店、ショップヘナチョコの店長となる。1992年から1997年まで、関西のフリーペーパー、花形文化通信にエッセイ、それ犬、正しい乙女になるために、お連載し、 熱狂的支持を受けたことがきっかけとなり、1998年、花形文化通信での連載をまとめたエッセイ集、それ犬、正しい乙女になるために、が単行本化され、以降雑誌などにエッセイを発表して、少女たちの支持を集める。2000年、知り合いの編集者の勧めにより初の書き下ろし小説集、ミシンを執筆し小説家としてデビューし、翌年には、 ミシンに収録された、世界の終わりという名の雑貨店が映画化された。小説家としてデビューした理由は、エッセイが純粋なエッセイストではなく、作家や著名人によって書かれており、作家とい、e、いの依頼が来やすいと考えたためである。2003年、エミリーが三島幸男賞候補となる。2004年、ロリウィターが三島幸男賞候補となる。同年、 下妻物語が映画化された。2007年9月2日に大麻取締法違反の現行犯で逮捕され、同年10月31日に懲役8ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた。2010年11月、猶予期間満了。復帰第一作の大麻はこの事件をモチーフにした物語になっている。2014年2月に破産が舞台化された。 2015年4月23日、麻薬取締法違反の疑いで逮捕。3月上旬、台東区上野の路上で、麻薬成分、5回クピックを含む、植物片、約2グラムを所持した疑い。同年7月15日に、懲役2年6ヶ月、執行猶予5年の判決を受けた。同年8月2日に、自身のブログにて、事件の経緯並びに謝罪を公表している。 中原純一、高橋誠らの少女文化の後継者を辞任しており、ロリータ趣味、怪奇趣味などを織り込んだ作品を発表している。極端な作風から、好みの分かれがちな作家であるが、下妻物語はこの作家としては、やや異色で軽快なストーリーが広く、人気を博した。吉谷信子の少女小説をはじめとする日本の少女文化に広く精通しており、作品に、 それを活かしていることや、太宰治などの文学作品の影響をうまく消化して、現代小説に活かしている点は評価されるが、性描写の乱用、破滅的なストーリーが多いことがよく批判される。このことについて、作家曰く魂の双子たちが必然に迫られ、永遠を求め結合に至ります。と、ツイッターで解説を述べていた。渋沢達彦。 クロマ術の手帳、片岡佐吉の写真集、桜子と一松人形たちの解説を手掛けるなど、様々な書籍に寄稿、解説担当を行っているほか、ノーバラ竹本ポアロリータとして、ベビー、ザスターズ・シャイン・ブライトとのコラボレートや、ハロー・キティのプロデュースも行っている。また自身が、ボーカルノイズギターを担当する、パンクバンド、ズロースでも活動。 2011年7月から9月放送のアニメーションダンタリアンの初夏にてエンディングテーマイエス・プリズナーの作詞を手掛けている。2012年8月コミックマーケット82において NTT 団として初出展を果たし、二次創作作家としても活動している。2012年8月アーティスト北で7と共にノイズユニット7の場を結成し活動している。 同年8月に東京で初ライブを果たし、10月に大阪、ナンバベアーズにてライブをしている。2014年6月ディスクユニオンから初音ミクの結婚をテーマとされた、初音ミクの結婚のプロデュースを手掛けるとともに作詞、歌唱で参加している。本作品の CD ジャケットに芸術家、相田誠まことし、音楽制作を音楽家カメライコール万年筆が担当。 作曲人に、川本誠、マイネームイズウガイが参加。詩人、松井シュゲルによる、漁師史の朗読が収録され、芸術性の高い作品となっている。2014年9月アメリカミネソタ州にある、ミネアポリスカレージオブ、アートデザインが主催する、SGMS、メチャデミア・コンファレンス、オンアジアン・ポピュラー・カルチャーズに、特別ゲストとして招待され、ロリータ・ファッション誌。 アニメーション、二次元、現代アイドルなどについて、講演をしている。さらに同イベントのフルファッションパニックにて、自身が、デザインプロデュースを手掛ける、ノーバラエースの、ファーストコレクションを発表。2015年12月に古くからの友人である、関西カルトシーンの女王に君臨するアリス・セーラー、率いるアマリリス・アための研究生として、京都・キアマアーバンギルドでのライブに参加。 2016年5月1日に、京都サインをオーララにて行われた、俺たちの時代2016、フィールザベルンにおいて、作、作曲、作詞、演出を手掛けた、擬曲、アマリリス・アラタメ・ガイデン、ホワイト・アルバムを初演している。ありがとうございます。